どうも、しげしげです。本日は激辛シリーズ第3弾ということで、こちらペヤングの極激辛に挑戦していきたいと思います。このパッケージの下のところにですね、泣けるほど辛みが強いので小さなお子様や辛みが苦手な方の喫食、すいません漢字が読めない、喫煙の縁が食になってるやつ、喫食には十分ご注意くださいということで、もうパッケージが人間が食べるものじゃないような感じしてますが、こちらを食べていきたいと思いますのと、あと今回ですね、皆さんにご報告があります。本日のこのペヤング極激辛をもってですね、私の激辛の挑戦を一旦休止させていただきます。まあ、理由としてはですね、3月29日にですねワンマンライブを控えておりまして、今このタイミングで激辛で喉をぶっ壊してしまうとですね、それのリハーサルだったり準備とか練習とかいろいろに支障をきたしてしまうので、はい、一旦これを最後にお休みとさせてください。まあ、次いつまた挑戦するかは、まあ、春になってから考えます。はい、そんな感じで早速食べていきましょう。はい、今お湯を沸かしているところなんですけども、こちらが中身ですね。まあ見慣れたやつなんですけれども、はい、極激辛ソース、これがまあやばいんでしょうね。非常に辛み成分が強いので十分にご注意ください。はい、もう承知しております。まあ、パッケージにも書いてあってここにも書いてあるってことは、もうなんか厳重取扱注意な薬品みたいな扱いですよね。で、火薬はいつものですね、別に辛そうな何かは入っておりませんので、多分このソースがやばいので、これをなくして火薬を入れて普通のウスターソースとかかけて食べれば普通の焼きそばなんだと思います。これ開発したの誰だ？開発したの出てこい。でもペヤングの会社って群馬県なんですよね。この発売元、マルカ食品株式会社って書いてあるんですけど、群馬県伊勢崎市なんですよ。まあお隣っちゃお隣かな。僕が前橋市なんですけど、お隣は高崎かあれ、もう群馬県の地理忘れちゃった。まあ置いといて、そろそろお湯が沸きますので作っていきましょう。3分。はい、ということで、まあここまでだったらね普通のペヤングですよ。何ら変わりない。ここにさっきのこちらの極激辛ソースを入れていきたいと思います。いきましょう。うわあ、でも酸っぱ、匂い酸っぱ。いや、酸っぱさと辛さってまあ表裏一体なんですけど、個人的にはなんか酸っぱ辛い、まあ、キムチとかもそうじゃないですか、辛いものってあるじゃないですか。あ、でもソースの香りはするんですけど酸っぱさが強いで、若干これ思いっきり吸い込むとむせそうなぐらいやばい。あ、箸忘れた。はい、混ぜていきましょう。あー、これやべえわ。もうこの時点でやべえもん。なんかもうすごいもん。これまでさ、ペヤングじゃないや、ココイチの10辛とかカラカラウオとか、こうまあ激辛の代名詞じゃないですけれども、挑んできましたが、それとはなんかもう格が違うやばさを感じますね。ひしひしと伝わってきます、この見た目、匂い。うわー、ちょっと見て分かりますかね。多分映像だけだと普通の多分焼きそばの色なんですよね。でも本当に若干赤くて、まあ言ってしまえばデスソースを絡めてるような感じでしょうか。言ってしまえばね。さあ、混ざり終わりました。いただいていきましょうか。こちら極激辛 VS、激辛活動休止前の最後のしげしげ。今決戦の火蓋が落とされようとしております。怖いんだ。いただきます。対戦よろしくお願いします。さあ行くぞ。いただきます。怖いよ。いただきます。覚悟決めろ、覚悟決めろ。行くぞ行くぞ、アドレナリンで行け、アドレナリンで行きます。うわっ、おお、あ、うわっ、は、うわっ、あ、うっそ、バカチン、いってー、辛っ。いや待って、カラカラ魚の日じゃない、ココイチの日じゃない。うわ、いった。止めたら終わる、止めたら終わる。おお、この痛さの向こう側にいつものペヤングの味がある。あー、やばい。ちゃんと食レポしてんの偉くない？やべ、涙出てきた。痛い。負けねえぞ。9姉妹、激辛9姉妹最後のふさわしい相手だ。うん、あ、痛い。やばい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 。止まったら負ける、止まったら負ける。書き込むしかない。あ、待って、無理。痛い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 。いけるいける、勝てる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 。あ、うわっ、震えがすごい。体が無理するのやめとけって言ってる。もうちょい、もうちょいなんだ。あと2口、完全勝利。涙が、ああ、いけるいけるいける。ダメだ、お茶じゃビリビリが流れていかない。これもう最後一口入れちゃいましょう。ああ、ああ、はいはい、ダメました。やるじゃないか。待って、泣いてる。あー、無理。痛い痛いよ。あああやべ、汗が滴ってくる。やば、やばすぎだろ。はい、ということでごちそうさまでした。ペヤングの僕激辛だったんですけど、俺は痛い、辛いというより痛い、もう涙と汗が止まりません。皆さんは見かけてもぜひ食べないように、こちら食べないように、絶対食べないようにしてください。ということで本日は以上です。この動画からしばらく激辛は上がらなくなると思うんですけど、他の動画がガツガツ上がっていくと思いますので、そちらを見てください。さよなら。